thank you 皆さんの周りには病院嫌いの方はおられるでしょうか私も千葉に住んでいる時は病院が大嫌いでした当時は植木職人の仕事をしていましたがある時チェーンソーを使いながらカーブ状になっていた桜の木の伐採をしていました 普段から仲の良かった仕事仲間に手伝ってもらいながら作業をしていましたので楽しく働いていたのですがとても注意散漫になっていましたそして完全に切れていない木の幹が他の株状の木の重さのせいで逆方向に押されてしなっているのを知らずにその木の幹を チェーンソーで切ったのです。それが切れた瞬間、重さでしなっていた幹が一気に解放され、木製バットよりも太いその幹が、ブンと私の鼻めがけてフルスイングして飛んできたのです。それがちょうど鼻に直撃し、一瞬で鼻の骨が折れてしまいました。 仲間は上からエンジンがかかったままのチェーンソーが転がってきたので何が起こったのかびっくりしていましたがさらに血まみれになって空を仰いでいる私を見てもう完全に引いていました実はその時私は神に感謝の祈りをしていましたまさに 頭に当たっていたら即死でした。それが鼻の骨折で済んだのです。命が守られたのです。ちょうど鼻も左右対称に腫れており、まるで外人のようになっていたので、しばらく鼻血が止まらない状態だったにもかかわらず、病院嫌いの私はなんと、 病院には行かずにそのまま放置して治したのでした聖書の中では私たち罪人は罪の病を患っている病人として扱われていますイエスはこれを聞いて言われた「丈夫な人には医者はいらない」「いるのは病人である」「私が来たのは 偽人を招くためではなく罪人を招くためであるこの聖書の御言葉はキリストが何のためにこの世に来られたかを明確にしていますそれは罪人アダムの子孫である私たちに対して「生来の罪の病からの回復」という 救いの目的を実現するために神の御子であったキリストが人としてお生まれになったということです。これがキリスト教のすべての根底にある救いの手段でありこの方法による救いを教えるのが本物のキリスト教になります。あなた方はこうして神の霊を知るのである。 すなわち、イエス・キリストが肉体を取って来られたことを告白する例は全て神から出ているものであり、イエスを告白しない例は全て神から出ているものではない。これは反キリストの例である。あなた方はそれが来ると兼ねて聞いていたが、今やすでに世に来ている。 そして罪の病に苦しむ者はこの聖書の救いの手段を信じることによって誰でもこの偉大なる医者であるキリストのもとに行くことができるのですしかしここにはある法則がありましたそれは罪人なる患者本人が病気が治りたい という意思を持って偉大なる医者キリストの見前に進み出なければなりませんでしたそしてキリストはいつでも罪人なる患者に対してその本人の自由意思を確認され尊重されました決して強制的に癒しの見業をなされたことはありませんでした イエスはその人が横になっているのを見また長い間患っていたのを知ってその人に治りたいのかと言われたこれは私たちが病院に自らの意思を持って足を運ぶという原則と同じではないでしょうかしかし私たちは時には キリストの御前に素直に進み出ることを躊躇することがあります。特に、クリスチャンを長くやっていると、そのような状態に陥ることがあります。なぜこのようなことが起こるのでしょうか。その理由を考えるために、実際の病院嫌いについて、様々な角度から見ているうちに、その理由がだんだんと明らかになってくると思います。 さて実際の病院嫌いについてインターネットで調べてみたところ病院嫌いな理由についてアンケートがまとめてありましたその中でなるほどと思う5つの理由がありました1つ目の理由として「病名を診断されるから」というのがありましたこれはとても面白い理由なのですが 結構あり得ると思いました。どこか体に異変が生じて痛みを覚えるほどの自覚症状があれば誰でも自分はあの病気じゃないかこの病気じゃないかと予想するものです。その予想の中に例えば癌などが入っていればそのような診断を病院でされると 余命宣告を受けたようなショックを受けるのですつまり病院に行くと病名を診断されるそのことによってその病気と向かい合わなければならなくなるのでできるだけ病院に行かずに先延ばしをする精神がここにありますこれを精神的な視点で考えてみましょう 聖書に記されてあるイエス・キリストの清い教えとその高い道徳的基準に目を向けると自分の罪深さがはっきりと示されて自分が罪人であるということが分かるのでその一歩をなかなか踏み出さずに先延ばしにしている人がいます。これは 病名を診断されることを恐れて病院に行かない精神と同じではないでしょうかもし病気の診断が遅れたらどうなるでしょうか病状はどんどん進んでしまい最後は末期になってしまいますそれと同じように私たちが罪人であることを自覚するところから 病気の治療と回復が始まりまりす聖書とキリストの教えに心が惹かれたならばすぐに行動に移す決心をしなければなりません罪の病からの回復という素晴らしい経験に預かるためにはその最初の一歩を踏み出さなければならないのです だから精霊が言っているように今日あなた方が御声を聞いたなら荒野における試練の日に神に背いた時のようにあなた方の心をかたくなにしてはいけない私も関節リウマチという膠原病になりましたが発症してから1週間ほどで 病院に行って診断を受け1か月で沖縄に移住し自然療法を受けることができましたその結果この病気は回復しましたこれは早期発見早期対処に導いてくださった神様のおかげでありそれ以来遊び人だった人生が180度変わって残りの人生を 神と共に歩む転換期となりました。次に2番目の病院嫌いの理由として、病院に行っても誤診されるからというのもありました。これは医者や現代医学に対する不信感から来ているかと思われます。医者も人間ですので、 誤診をしてしまうのも事実なのですが誤診される理由の一つに病状や状況を正確に伝えていないということもある程度は関係してくるかもしれません確かに自覚症状を伝えることは簡単なのですがそれ以外の情報例えば自分の生活習慣や環境などを 言葉を使って正確に詳細にわたって伝えることは本当に難しいかもしれません。しかしそれができればその分誤信は少なくなるでしょう。聖書的な視点でも同じことが言えます。偉大な医者キリストの見舞いに進み出るときに祈りの言葉のうちに自分がなぜ 神の御前にいるのかということを知性を持って言い表さなければなりません例えば罪を犯したのでお許しくださいとか祝福に預かったので感謝しますとか困ったことがあるので助けてくださいとか具体的に言い表すのです もちろん神様はすべてのことをご存知ですので、誤信はありえませんが、私たちが自分の状態を正確に把握し、言い表すことによって、より神様との信頼関係をしっかりと構築し、より親密な関係に入ることができるのです。主よ、私の言葉に耳を傾け、 私の嘆きに見心を止めてください。私も神様に悔い改めの祈りをするときは自分の罪の症状をはっきりと言い表します。例えば私は今この罪をあなたよりも愛してしまっています。どうぞこんな私を憐れんでお助けください。などです。 「ええ神様にそんな失礼なお祈りできるの?」とおっしゃる方もおられるかもしれませんが神様は私が祈る前からそのような私の状態をすでにご存知です。私はこのような祈りを正直にできるほど神様の許しと助けを今必要としていますし そののの罪からの回復をを望みて、て神様を信頼しているのです。次に3番目の病院嫌いの理由として「病院は痛いから」というのがあるそうです。これは病院に対してある種のトラウマがあるというのです。 痛い理由は、症状からの痛みというよりは、むしろ治療に伴う痛みだと思います。例えば、治療やリハビリをする時の痛みは、トラウマになって病院に足が遠のく原因にもなります。特に、歯医者で痛い思いをした経験がある方は、虫歯の治療を先延ばしにしがちです。 しかしこの病院は痛いからと言われている治療法の先には回復が伴うという医学的な根拠があるのも事実です。同じく罪人が罪からの回復を経験するためには罪深い自分を認めるという心の痛みを伴うことが求められます。 この心の痛みこそ罪からの回復のためには絶対に乗り越えなければならない痛みになります実際この痛みを避けるために自分の弱さや自分の罪を認めず見て見ぬふりをしていつまでもキリストの身元に行かないクリスチャンが多いのではないでしょうかそれほど自分の罪を認めることによって 心が痛むことは私たちにとって耐え難い経験です。人の心は病気をもしのぶ。しかし心の痛む時は誰がそれに耐えようか。しかし私たちが心が痛むよりも私たちをご自分の命よりも愛してくださるキリストはもっと心が痛んでいるのです。 ですからこのキリストの犠牲を考える時私たちが罪と戦うために一歩を踏み出すためにはこの心が痛むその経験を恐れていてはならないのですあなた方は弱り果てて息気粗相しないために罪人らのこのような犯行を耐え忍んだ方のことを思い見るべきである あなた方は罪と取り組んで戦う時まだ血を流すほどの抵抗をしたことがない私自身病院嫌いである理由に病院は痛いからというのが正直ありましたしかし回復の望みがこの恐怖心より上回った時 自分から進んで病院に行った経験がありますある時信号待ちをしていた時後ろから追突されました車のバックミラーで急ブレーキをしながら止まれずに突っ込んでくる車を見ながら追突に備えてしっかりとハンドルを握ったのですがやはり無中一症になってしまいました私の母も 無中致症になって以来気圧の変化による頭痛で長年苦しんでおりましたので私は絶対にリハビリで完治させようと思い半年間真面目に病院に通いましたその結果無中致症は完治し今に至るまで気圧の変化による頭痛はありませんこのように回復を望み見て 勇気を出してキリストの身元に進み出るときに初めて私たちは自らの意志で進んで悔い改めることができるのです次に4番目の病院嫌いの理由について病院に行くと怒られるからというのがありました何を怒られるかと言いますと そのような病気になった経緯を医者に話したら怒られるというのです。例えば高血圧の人が病院に行った時医者はその人に向かって「あなたの今の生活習慣は間違っています。今すぐに改善しなさい」と怒られるのでわざわざ病院に行ってまで怒られたくない というのですしかし良い医者は単に起こることが仕事ではありません本来回復とは症状の原因になっていることを取り除くことが大切です患者の間違った生活習慣を改善するための適切なアドバイスが必要ですただ薬だけをバンバン出して 表面的な症状を薬で緩和させることを仕事としている医者は患者を薬を買う取引先としてしか見ていないことになりますそこには根本的な回復はありえないのです偉大なる医者キリストは聖書の御言葉をもって私たちの間違いを指摘してくださいますそんな時 病院に行くと怒られるからと言って心かたくなな状態になっているのであれば決して回復を経験することはないでしょう本当に回復したいならば逃げないでそのアドバイスに耳を傾けなければならないのですしばしば叱られてもなおかたくななものは たちまち打ち破られて助かることはない。実際私も聖書の見言葉を避けたくなるようなことがあります。自分の弱さを認めたくなくて、時には自分の方法が最善だと堅タな,な心にとらわれることもあります。しかし神様はそのような私に対して 繰繰り返し繰り返返しし働きかけてくださいますその結果私は神様の熱心さに降参するしかなくなり自分の弱さを認めて悔い改めるのです。このようにして私たちは神様に訓練されながらある時には見積責を受けながら罪からの回復を経験していくのです。 また、子たちに対するように、あなた方に語られたこの勧めの言葉を忘れている。私の子よ、主の訓練を軽んじてはいけない。主に責められるとき、弱り果ててはならない。五番目の病院嫌いの理由に、病院は待たされるからというのがありました。 確かに病院に行くとある時には1日がかりになってしまうこともありますそれでなくても体調が悪いのに病院に行って疲れ果てて帰ってくることもあります最近は予約制の病院もありますが怪我や病気が突発的なものであれば事前に予約することはできませんので待つことになります実は 罪かかからの回復にも時間がかかりますそして罪との戦いは非常に長期戦になります。しかしそれは神様が一番ご存知です。そして耐え忍ぶ心を持って悔い改め続けることを決して諦めないなら必ずそこには罪からの回復という進歩の経験が 伴うのです「病院は待たされるから行かない」という忍耐にかけた精神ではこの「回復」という進歩を最後まで経験する機会を失ってしまいます事の終わりはその始めよりも良い耐え忍ぶ心はおごり高ぶる心に勝る。 私も自分の罪深さと弱さとの戦いがあまりにも長期戦なので時々諦めて投げ出しそうになることがありますしかしこのような私に対して一番忍耐しておられるのは神様なのですそして罪との戦いを耐え忍んで諦めない者には 回復を得る経験が必ず伴うという神様の約束があるのですあなたは道の長いのに疲れてもなお望みがないとは言わなかったあなたは己が力の回復を得たので衰えることがなかったこのように 実際の病院嫌いの理由は私たちが偉大なる医者キリストのところに悔い改めて立ち返ることを難しくする理由と共通することが分かりましたしかしいくらこれらのことを理解し心がけていても病院嫌いという精神が簡単に解決しないのと同様に私たちが素直に 悔い改めてキリストのもとに行くのが正直困難な時があるのも事実ですそんな病院嫌いなクリスチャンに聞くとっておきの薬がありますイエスキリストが十字架の上で語られた言葉から考えてみましょうその時イエスは言われた父よ、 彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。この十字架上のキリストの言葉の背景が皆さんはお分かりでしょうかキリストの清いご品性と聖書の清い教えに耐えられなかったユダヤ人の指導者たちは、キリストを十字架で殺して、 亡き者にすることによって自分たちの心の痛みに対して平安を得ようとしました彼らこそ偉大な医者キリストのところには絶対に行きたくないいわば病院嫌いな人たちでしたこのように最も重い罪の病に侵されている人たちによってキリストは 十字架につけられました同じ十字架にかけられていた2人の強盗ですら自分が罪人という病気の末期であることに気が付きもせずキリストを罵っていましたしかしこの1人の強盗にある変化が起きましたその背景についてエレン・ホワイトは次のように記しています イエスと一緒に十字架につけられた男たちは二人とも最初イエスを罵っていた一人は苦しみのあまりますます絶望的な犯行を示すばかりであったしかしもう一人の仲間はそうではなかった彼は罪の自覚を押し殺そうとして まますます罪の深みに飛び込みついに捕らえられて犯罪者として裁かれ十字架の死を宣告されたのであった彼はイエスの神々しい態度に目を留めイエスが迫害者たちを憐れんで許されるのを見た彼は仲間の泥棒があなたはキリストではないか それなら自分を救い、また我々も救ってみようと非難することを聞く。仲間の泥棒に向かって彼は、お前は同じ刑を受けていながら、神を恐れないのかという。瀕死の泥棒たちは、もはや人間を恐れる気持ちは何もない。しかし、その中の一人は、 恐るべき神がおられることと、彼をおののかせる将来があることについて、深い自覚が起こる。しかも今、罪にけがえれたままに、彼の一生の経歴が閉じられようとしている。彼はうめきながら言う。お互いは自分のやったことの報いを受けているのだから、こうなったのは当然だ。 しかし、この方は何も悪いことをしたのではない。もう問題はない。疑いもなければ罪の咎めもない。有罪を宣告された時、この泥棒は絶望し、自暴自棄になった。しかし今、不思議な優しい思いが湧き上がってくる。精霊は彼の心を照らし、 少しずつ証拠の鎖がつながる。打たれ、あざけられ、十字架にかけられているイエスのうちに、彼は世の罪を取り除く神の子羊を見る。死にかけている無力な魂が、瀕死の救い主に身を任せると、彼の声には苦悩の中に望みが混じる。イエスよ。 あなたが御国の権威を持っておいでになる時には、私を思い出してください。と彼は叫ぶ。すぐに応答があった。その調子は柔らかく、音楽のようで、その言葉は愛と憐れみと力に満ちていた。今日、よく言っておくがあなたは私と一緒にパラダイスにいるであろう。 この死にかかった泥棒が口にした信仰と愛の言葉は救い主にとってどんなに嬉しかったことだろう。有力なユダヤ人たちがイエスを拒み、弟子たちさえイエスの神聖を疑っているのに、このかわいそうな泥棒は永遠の門口に立ってイエスを主と呼んでいる。 イエスが奇跡を行われた時や墓から蘇られた後では多くの人たちが喜んでイエスを主と呼んだしかし十字架上で死に臨んでおられるイエスを主と認めたのは最後の間際に救われたこの悔い改めた泥棒だけであったイエスが泥棒たちと一緒に十字架につけられて 真ん中に置かれたようにキリストの十字架は罪のうちにある世の真ん中に置かれたそして悔い改めた泥棒に語られた許しの言葉は地の果てまで照らす光を灯したこの聖書の記録を見るときに病院嫌いであった十字架状の強盗が 同じ苦しみを無実であるにもかかわらず、その身に受けておられるキリストの言葉、すなわち、父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。という、常識ではあり得ない、迫り来る神の愛の言葉を聞いたとき、彼は残りの人生の数時間を このお方にかけようと決心しました。この大きな変化は愛と許しの神であるキリストを認めたところから始まりました。そしてこのお方の迫り来る神の愛こそ病院嫌いに効く薬だったのです。私たちもこの 愛と許しの神、キリストと今出会わなければなりません。それは聖書を学んで自分で清いと思い込んでいる頭の中で出会うことは決してできません。罪人としてボロボロになっているそのままの姿で、そしてキリストが挙げられた同じ十字架上でなければ、 決して出会うことはでできないのです。キリストは罪人という病人とそこで出会うために医者としてこの世に来られたのです主は心の砕けたものに近く魂の食い崩れたものを救われる皆さんはそのような 罪ののの病気にににボボロボロになった十字架上の自分の姿に耐えられるでしょうか私もそのような自分の姿に耐え難い思いにとらわれることがあります。しかし、私の罪深い弱さを治療できる医者は、全宇宙にイエス・キリスト以外には決しておられないのです。 この人による以外に救いはない。私たちを救い得る名は、これを別にしては、天下の誰にも与えられていないからである。ぜひ皆さんも、罪に苦しむ時こそ、この偉大なる医者を信頼し、罪の解決のために進み出ましょう。そして、私たちには、 癒しと繁栄の約束がすでに与えられています。この約束の言葉を皆さんと読んで、このお話を終えたいと思います。ミオ、私は健康と癒しとをここにもたらして人々を癒し、豊かな繁栄と安全とを彼らに示す。それでは、 一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、私たちは罪人という罪の病を患っております。自分がどれほどの病気の状態であるかを私たちは時には忘れ、さも自分が正しいものであるかのように錯覚を起こしてしまうこともあります。しかし、 今私たちは、あなた様の見舞いに行く必要性を感じております。どうぞ死よう私たちと十字架上で出会ってくださるようにお願いいたします。私たちは罪深く、そして汚れておりますけれども、しかしどうぞこんな私たちを憐れんでくださって、ただあなた様の無限の愛を、もっともっと知ることができるようにお助けください。 そして希望を持って、あなた様の見舞いに進み出ることができますようにお助けください。これらの祈りを感謝して、救い主イエス・キリストのお名前を通してお捧げいたします。アーメン。